して、今日の辻監督の梅雨払いは山田遥が後ろでね、初彦タオルを掲げてという恒例となりました。最後、獅子をもね、見せてくれましたが。さて、雷雨が、大雨が、一旦ちょこっと収まったと思ったら、今度は雷の音がね、聞こえてきた、ベルナドです。サードゴロ、おっと、グラブの先、セカンド、間に合わない、ちょっと送球もそれました。内野安打になりましたかね、これ強い打球で、セカンド。で、取ってるんですよ。ただ、体勢を崩したことによって、はい、その前のめりになった分だけ送球ができなかったんですよ、はい、ね、記録はエラーですね、はい、この先は球数を見ながらになりますけど、行けるところまで行ってほしい、味方の援護を信じて我慢強く投げてほしいね、武田投手コーチのコメント。いや、武田コーチがね、味方の援護を信じて我慢強くって言ったら、なんか説得力がありますね。もう本当どうすんの、バットが飛んで、一塁コーチャーズボックスのかなり奥まで飛んでいきました、まあ、西野がまあ投げれるんですね、まあ、そう考えれば次のイニングは西野かなって感じですよね。そうですよね。ファールボールです。153キロ、ダッグアウトの中飛び込んでいった。